こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は成功の水を求人すです。これは唯一絶対のものは何かという問いに対する馬祖同一の回答で、何時が一句に成功の水を求人するを待ちて、すなわち何時に迎えて言わん。つまり大海の水を一口に飲み干したら教えようという言葉によります。真理を求めるのなら、まず天地万物を飲み尽くす、すなわち森羅万象と一つになることが肝要だという教えで、求人最古水とも言います。それでは今から成功の水を求人すを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。